今仕事してる、仕事してる方も、今日から仕事の方もいるのかな。お仕事の方もお疲れ様です。お家でゆっくりした人もいるのかな。お疲れ様です。そうですね、私みたいに競馬を楽しみにしてた方もいる。競馬はね、難しいですね。けど楽しかったです。まさかの展開だったりするからね。競馬が3連休3日間とも今回あったので、すごい楽しかったです。魚さばいてた？いいね。もうすぐサンマの季節ですが、サンマ食べたいな。ワクチン打ってきた。だって、そうなんですね。体休めてゆっくりしてください。地獄の3日間でしたっていう方も。何があったんや。アメフト、うん、いいね。髪の毛は切ったの？まだ切ってないです。髪の毛いいね。リビングの模様替えしてた。いいね。お腹が空きました。お腹がね、私はもう夕飯食べたからお腹いっぱい。お仕事でしたっていう方もお疲れ様です。いいね、栗ご飯いいね。めちゃくちゃいいね。秋だね。クマちゃん見れて俺とクーだって嬉しい。そう言ってくれてありがとう。たけのこご飯いいね。お腹すいたまる。食べながらでも見てください、よかったら。秋らしいものは何か食べた？さつまいも系のお菓子とかは結構食べてます。栗ご飯ももう食べたし、やっぱりスタバの今パンプキンスコーンにめちゃくちゃハマってます。大好き、パンプキンスコーン。めちゃくちゃ美味しいからぜひ食べてもらいたい。今日も買って帰ろうかと思ったけど、やめました。諦めました。ミスドのやつは食べてないけど気になってる。バターアイスはね、食べてないんですよ。結構みんな美味しいって言うけど、バターってどうなのって思って、私的にはどうなんだろう、美味しいのかな。まだ食べたことないから。けどなんか結構なんか TikTok とか見てると、バターアイスをパンにのせたりする感じとかもあって美味しそうだよね。焼き芋フラペと、フラペチーノは販売前だよ。そうだけど、なんかネットからは買うと飲めるんですよ。先行販売してて、焼き芋飲みました、この前お仕事の帰りに。美味しかった、めちゃくちゃ。芋けんぴみたいなのが入ってるんですけど、それがまた美味しい。おすすめ、楽しみにしてて発売まで。
なんなら飲める方は飲めると思いますよ。そう、モバイルオーダーで先行なんですよ。お、競馬番組で見て可愛いなって気になってきました。嬉しい、ありがとうございます。そうだ、皆さんにお知らせがあるんです。お知らせというか、今日ツイッターでもつぶやいたんですけど、トースポ競馬がなんとネットでこれから見られるということで、事前登録が今日までなんですよ。で、事前登録のキャンペーンが今日までで、それを応募するとちょっとアマゾンのギフト券がもらえるということで、ぜひ皆さん、まだ詳しい内容はわからないですが、ぜひ今日今すぐ見ながら事前登録してみてください。けどあれなのかな、アマゾンギフト券ライバルが増えるのかな。けどそれはもうぜひ、抽選だけど、抽選なんですけど、全員に当たるわけではないんですけれどね、抽選ぜひ今日までなんで、後から登録するっていう方がいるんであれば、後からじゃなく今日までの事前登録からやった方がいいことあるかもしれませんよっていう。ぜひぜひ。なぜどこで知りましたかとアンケートがあったら、くまちゃんって答えました、答えました、答えてくれた、答えておきました。だってさすがすぎ、嬉しい。どこで知りましたっていう時にくまちゃんでって書いてくれたんだ、ありがとう。そういうの大事、ありがとう。ぜひ今すぐ本当にできるので、じゃあ皆さん、どこで知りましたっていうのはくまちゃんでって書いといてください。アンケート大事。私のツイートとか見ていただければすぐ飛べると思うんですけど、トースポ競馬っていうサイトができるんですよ。トースポさんの競馬の、はい、サイトができるんですけど、そこに無料登録というのがあって、24日から開設なんですけど、今日まで事前登録していただくと抽選で Amazon ギフト券が当たるよっていうことで、もし登録する予定がある方は、もしかしたら今日までの事前登録キャンペーンを応募すれば当たるかもしれないよっていうお知らせでした。ぜひ、お、その時にどこで知ったので、くまちゃんって書いてくれると嬉しいです。はい、よし、行ってきます。だって嬉しい。お、登録してきました、わかりました、優しい、みんな。応募します、登録してみよう、登録済みです、ありがとう。お、今してきました、優しい。具体的には熊崎遥さんのツイッターで知りましたと書きました。お、さすが。ありがとう。応募してきます。うわ、嬉しい、ありがとう。ありがとうございました。登録しました。だって。ありがとう。嬉しい。みんな優しい。みんな登録したよ、くまちゃんのツイッターで知ったと書いてきて登録してきます。えー、優しい。熊崎さんに命令されました、だって。優しい、みんなありがとう。すぐ本当に登録しに行ってくれてる。ただいま行ってきた、おかえり。すごい優しい、みんなありがとう。は
今はね、あのトースポ競馬のその事前登録のキャンペーンが今日までだから、もしよかったらっていう話をしてました。登録完了、おお嬉しい、ありがとう。けどね、事前に登録してくださってた方もいた、本当にありがとうございます、嬉しいです。ツイッター場所だけやり直そうかな。いいよいいよ、全然全然ただあの書いてくださった方がいたっていう話じゃなくて、全然大丈夫だよ。全然あの登録してくれてるだけで嬉しいので、ありがとうございます。ぜひぜひよかったら皆さん今日までなのでしてみてくださいっていうお知らせでした。お、登録してきました、ありがとう、嬉しいです。24日からなんですけど、ぜひ楽しみにしていてください。簡単でした、登録しました、ありがとう。ありがとうございます、優しい。はい、ということでお知らせでした。あ、東海ラジオさんもなんと継続ということで、スケイポーテートの番組がめちゃくちゃ嬉しいです。やったー。はい、前回はね、ちょっと前には1じゃないよもやらせていただいたりとか、いつも2じゃないように出演させていただいたりとか、嬉しいです。また継続ができるということで、皆さんにお声を届けることができるという、本当に素晴らしい番組なので、これからも皆さん応援のほどよろしくお願いします。これからもぜひ聞いてちょ、みつきさんバージョンっぽい感じで聞いてくれるでちょっていつも言ってるからね、本当感謝です。東海ラジオさんにも感謝ですし、いつも聞いてくださる皆さんがいるからこそこうやって継続できているので、本当にありがとうございます。嬉しい、本当に楽しみにしててください。これからも弁当食べれるの嬉しいよねって。そうなんです、またスタジオ収録再開してくれるといいね。本当に本当に早くね、また再開できたらいいな。この前のロッキートーク楽しかった。おー、13周年の鬼別トークですよね。私もめっちゃ楽しかったです。本当に初期の頃の写真とかも動画が流れたりと、本当にちょっと懐かしかったり、ちょっと恥ずかしかったり、いろんな気持ちでした。あ、プレゼント受け取れましたか？受け取れました。全部っていうほどではないと思うんですけど、持ち帰られるのはいただいて持ち帰りました。そうなんですよね、まだ全部じゃないのかな。コメントで届きましたかっていう方とか見ると、まだ届いてないあのものもあるので、全部ではないかもしれないんですけど、結構たくさん本当に手紙とか
久しぶりに劇場行ったので、いただきました。本当にありがとうございます。めちゃ嬉しかったです。なんか最近みんなと喋る機会とかがないから、手紙を通して気持ちを知れてとかですごく嬉しかったです。ありがとう。嬉しいです。大事にさせていただきます。観覧車のコラボ企画始まったら、お、ぜひぜひ乗って来てください。私も楽しみです。毎回通るたびに観覧車に自分がいるって思うと嬉しいです。めちゃくちゃ。くまちゃん涼しくなってきたけど、体調はもう元気元気元気、すっごく元気です。今日ももう歩いたりとかもしましたし、涙目って言われるけど全然涙目じゃないですよ。泣いてないですよ今日は。やる気元気熊崎なんです。寒い方が好き。苦手です。寒い方が苦手だけど、今ぐらいの時期が一番好きかな。あったかいっちゃあったかいけど、すごく風があって気持ちいいぐらいがとても歩きやすくて好きです。本当はね夜とかに結構歩くの好きなんですけど、夜ってちょっと怖いっちゃ怖いからね。けど夜歩くの気持ちいいですよね。寒いと冬眠しちゃうの。夏女って感じ。そうなんですよ。秋服かわいいもんね。秋服はかわいい、めちゃくちゃかわいい。秋服はめちゃくちゃ可愛いです本当に。だから毎回お仕事の時に私服映らないくせに、私服めちゃくちゃおしゃれになれるように頑張ってる。なんか秋って着込めるからすごい。だからどの服着ようかなとか言って楽しみなんです。秋服なんか買った？買ってないですね。秋服は前にあるものとか、結構私着なかった服、なんかなんかこうやって着回しが難しくて着なかった服とかを最近は着るようにチャレンジしてます。この服着てなかったから今年は使ってみようって言って頑張ってる。ね、今外見たら月がすごく綺麗だったよって。そう、明日が満月なんですよね。皆さんお財布を開ける準備をしといてください。明日はお財布を開けて月に向かってパワーをもらいましょう。そう、お財布を開けて月に向かってこうやってパワーを浴びるんですよ。何言ってるんだって、験担ぎです。満月の日はそうです。だからもう毎回満月の時はもうお父さんと一緒にこうやってお財布こうやって開いて
いいことありますようにってそうやってやってます。満月明日ですよ。今日も綺麗だけど満月明日ってお父さん言ってた。今日なんか帰ってきた時にすごいこんなに大きい満月が、ね、月がねってあってねって言ってすごい体全体でこうやってジェスチャーしてくれた。けどなんか明日けどすごい大きかったけど満月は明日なんだよって、だから明日お財布開かないとって感じで言ってたから明日です。いや明日みんなでお遊戯会のジェスチャーみたいだったよ、クマパパはそうお父さんこんなに大きくてねびっくりしたって言って帰ってきた瞬間に言ってくれた。すごかったらしい。パワーもらわないとみんな。今日は 99.6% の月みたい。もう 0.4% じゃん。熊崎さんって言ってない。熊さんはお父さんに、お母さんに、小さい頃の私は本当お父さんに似てる。うん、お父さんの方にすごい似てるっていうのは言い続けられてるね。けどお母さんとも似てるのかな、似てないのかな、どうなんだろう。けど顔はお父さんに似てすごく小さい頃は言われてたかな。けど自分的にお母さんにも似てるっちゃ似てるなとは思うんだけど、どうなんだろう。モバメのハッシュタグ見てる見てる、めっちゃ見てるよ。クマに変身でしょ、見てる、毎日見てるよ。あれみんなが変身してくれてるの見てるよくだらない私の内容にもこうやって答えてくれてるのを見ると、ああ嬉しい、優しいなって思っちゃう。ありがとう。女の子お父さんにって言われるからね。だけど女の子お父さんに多いのかな。どうなんだろう。めちゃくちゃ顔の輪郭とかすごいお父さんに似てるで自分が勝手に思ってる。うん、けどなんか笑った顔のここら辺の輪郭とお父さん、明日は変身、あ、狼男じゃないよ弟くんとは似てるって言われる？似てないけどカマちゃんには似てるって言われた。男版熊崎って言われたけど、けど他のメンバーにはあまり似てないって言われる。どうなんだろう、似てるのかな。とりあえず顔見せて、見せたらもう聞き怒りだよ。もうこれこそ本当にもうラインブロックどころじゃないかもしれない月見バーガー食べ、月見バーガー食べたよ、この前、この前食べた月見バーガー美味しかった。あのとろーり濃厚チーズの方を食べたんですけど美味しかったです。めちゃくちゃめちゃくちゃ
けど、いろんなところの食べてみたい。マックを食べたんですけど、モスとかケンタッキーとかも食べてみたいなって思ってる。どこが一番美味しいのかな、気になりますね。まだ食べてないやつや。なんかほんとチーズが濃厚、チーズっていう主張が激しかった。美味しかったけど、私それよりめちゃくちゃ感動したのは、まあ、月見バーガーも安定に美味しかったんですけど、もう間違いはないんですよ、あの月見バーガーにマックの。だけどめちゃくちゃもう美味しくて感動してしまったのが、シャカシャカポテトなんですけど、なんだっけな、七味マヨネーズ、柚子七味マヨネーズのシャカシャカポテトが本当に美味しかったから、あれ食べてほしい。シャカシャカポテト、なんかシャカシャカチキンは知ってたんですけど、シャカシャカポテトあったんだと思って。七味の柚子七味マヨネーズかな、めちゃくちゃ美味しかった、本当に。まあなんかその柚子と七味とマヨネーズっていう組み合わせを見て、まずいわけがないって、美味しいに決まってるって分かってるんですけど、マックのね、食べたらもう大満足、合格、もう合格とか失礼だね、もうそんな素晴らしい、ありがとうございますっていう。辛くないです、ちょっとピリ辛ぐらいけど、めちゃくちゃ辛ってならない、スパイス効いてて美味しいねって感じ。ぜひ食べてみてください。マックのポテトってただでさえ美味しいのに、あんなね、またプラスで美味しくしちゃうんだねって思って、そう、久しく食べてなかったから余計に感動しました。栗のシェイクも美味しそうだった、それも気になります。めちゃくちゃフルーリーとかでしょ。かまちゃんって辛いの大丈夫なの？辛いの大好きです。もう無性に辛いの食べたくて食べたくてたまらない時あります。それぐらい好きです。わかりみーってきてるね。焼き芋フラペチーノはもう美味しかったよ。あれも食べた、ケンタッキーのニンニク醤油だっけなのチキン、あれも美味しかったですけど、めちゃくちゃニンニクした、ニンニクっていう主張が激しかったけど、あのニンニク好きの方は多分全然もう最高に美味しいと思います。やっぱあの食べた時とさ、あのサクッというサクジュワーが最高だよね。そう、マリちゃんがめちゃくちゃ美味しかったよって言っておすすめしてくれたから、どうしても食べたくなって食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかった食べ物の話が止まらなくなるよね、本当に申し訳ないけど、可愛くて好きって言ってくれてるから優しい。食べ物の話ばっかりだね。許して、そんな感じで今日は新しい靴を履いたんですよ、スニーカー。テンション上がりました。ピンクの靴なの、めちゃくちゃ可愛い靴履いた。もう今日はその靴を履くっていうことを心に決めてコーディネートしたんですけど、めちゃくちゃ可愛かった。コンバースなんです。そう、コンバースのピンク色の靴なんですけど、
もうずっと履きたくてずっと履きたくて、けどなかなかピンクの靴って履けなくて、もうこの靴を履くって決めてコーディネートしないと分かんない、私がそのおしゃれじゃないから、そこまでだからなかなかあの合わせることができてなかったけど、もうどうしても履きたかったから、チャレンジしたかったから、今日はピンクのスニーカー履いて向かったんですけど、めちゃくちゃ可愛かった。そう、写真撮ったからいずれインスタに載せます。けど全身は撮ってない。全身ってさ、なかなか人に撮ってもらわないって無理じゃん。自分ではなかなか撮れないからさ、靴しか撮ってないんだけど、そう、テンション上がりました。なんかスニーカーとかってもういくつ持っててもなんかもうすごい幸せな気持ちになるよね。わかります？この気持ち。かわいい靴って本当にいっぱいになっても映えるとこ行ってない。玄関で撮った玄関で足元だけ撮った。でスニーカーって本当かわいいと思う。限定品とか引かれる。そうそうそう、なんかよく抽選とかやってるのあるじゃないですか。いやあれどこで抽選とかやってるんだろうって分かんないんですけど。お、昨日スニーカー買ったの。いいね。何足くらい持ってる。もうどれぐらい持ってんだろうね。けどね、もういっぱい持ってんのかな。どれぐらい持ってるんだろう。めちゃくちゃ可愛い。スニーカー可愛いよね。男性の方とかも結構スニーカー集めてる方多いよね。ファンの方とかスニーカー好きだって言ってる方とかもいるし、女の子もね可愛いよね。学生の頃はエアマックス流行ってた。いやエアマックス可愛いと思う。ファンの方の靴とか見ちゃう。好きだから結構。おすすめのブランドは今ね激アツなのはねニューバランスなのよ。ニューバランス激アツですよ。なんかニューバランスって結構一時期ちょっと前にもうドワーッと流行ったことはないじゃない、あのめっちゃ流行ったじゃないですか。けどまた新しく新モデルが出たんですよ。後ろまでなんていうの、裏のなんていうの、底の生地が後ろかかとぐらいまである形なんですけど、なんだったっけあれ、何丸なんだったっけ、名前忘れちゃったな。数字があるんですけど、ニューバランスの新作の形はめっちゃ可愛い。そう、それがかかとまであるやつ。そう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 、それはめちゃくちゃ可愛いですよ。そう、そんなのあるの。リーボックの三角形を交換したりした。リーボックは私ね、持ってないんですよ。クロックスは昔持ってたけど、革でそれ履いたら滑ったから、それから そう、革で履いちゃいけないんですけどね。けどめちゃくちゃ可愛い。ね、厚底の今クロックスとかあるじゃないですか。それ見てめちゃくちゃ可愛いなって思った。ね。スタン・スミス。コンバース、マーチンのブーツ。マーチンね、かわいいよね。ブーツとかは
プーマの色はプーマも可愛い。プーマはスニーカーも可愛いけど最近ブーツも可愛いんですよ。東海でスニーカー見える？なんか会話してる時には見えないけど、並んでる時にパッと目に入っちゃう。あんまり詳しくないから見た目で気になったの入っちゃってるな。私も全然詳しくないですよただ私も可愛いなって思ったのをチェックしてるだけで。すごい、あのこれが何番のいつ頃のとかそういうなんかこれは激アツのあのシリーズとかそういうのは全然わかんない。私もただ可愛いなって思ったのをチェックしてるだけ。本当に詳しい方は結構それぐらいまで詳しく知ってるよね。メンバーの靴はよく見えるよ。そうだよね、隙間があるから見えるよね。靴はインパクトが大事。そうだよね、男性の方ファンの方とか見てると結構さ、なんか赤とか色がすごいあのカラフルなスニーカー履いてる方もいますよね。カラフルなスニーカーはすごい、いつも私は無難な色とかにしちゃうんで。メンバーでスニーカー履いてる子少ないよね。そうか、スニーカーしか見ないけど、まあヒールもさん、あの履いてる方いるけど、スニーカー結構多いと思うんだけどな。ね、結構赤多いよね。やっぱコメント見てると赤多いもん。すごい見てて思ってた。あ、スポーツサンダル多いかも。ちなみに靴下は見ますか？靴下は見ないけど、けど靴下もおしゃれな人って本当におしゃれなんだなっていつも思う。靴下おしゃれな人って大体そう、合わせ方が分かってるからすごいなって。カラーを使ってる方はうまいんだなってすごく思います。私はゆずちゃんからもらった黄色い靴下を大事に使っているよ。大好き、あの靴下。ね、靴下って難しいよね、合わせ方。靴下気にしたこと、まあ、靴下さ、男性の方は見えないよね、あまり。ズボン、長ズボン履くからね。なんか私はなんかあのスカート履いた時とか、あの短パンって言って、あの半ズボン履く時とかになんかあの結構靴下見えるとか、ちょっとあの短めのジーンズ履いた時、パンツ履いた時にチラッと見える靴下とかがおしゃれな感じの子になってみたいっていう。私そういうの難しくてなかなか履けない。くまちゃんはキャラものの靴下履いてそう。くまちゃんはキャラものの靴下あんまり持ってないの、意外と。白と黒ぐらい。へえ。帽子とかも可愛いよね、秋。秋はほんと楽しいね、そう思うと。服が、シャツとかもいっぱい着れるし。私は自分がデザインしたシャツを絶対着たいと思って、インナーだけこの前ゲットしました、通販で。絶対合わせたいと思って。
そう、絶対自分のシャツを着こなしたいと思って。ベストとかも可愛いよね、確かに。秋のセットアップは可愛い、間違いない、本当に可愛いセットアップは。くまちゃんはキャスケットとかあまり被らないかな。どっちかっていうと本当キャップかバケハか、まあベレー帽とかかな。ちなみにバッグはどんなの？バッグは最近緑色を買いました。ちょっと緑色今ブーム来てて可愛いなと思って、濃い深い緑色、可愛い。マネキン買いは昔してました。めちゃくちゃ昔に SKE 入ったばかりの当時はマネキン買いしてましたよ。そうそう、カチューシャ可愛すぎて、新曲の嬉しい、そう言ってくれて。そう、カチューシャめちゃくちゃ私も好きですけど、ずっとしてるとあれ頭痛くなるんですよね。カチューシャのあのテーマパーク行った時とかそうじゃない？カチューシャさ、張り切って最初からつけとくとだんだん痛くて、だいたい首にかけて終わるっていう、耳とかを。テーマパークの時そういう感じじゃない？大体は。私結構そうなんだけど、耳にこう、あのずっと最初は耳に張り切ってつけてくんだけど、だんだん頭痛くなってくるからこうやってここにかけちゃう、首に。カチューシャあるあるです。わかるよね。もうそうなんですよ。だからカチューシャマジテーマかパークの可愛いんですけど、途中で痛くなってくるっていう。だからあのここにつけるとこめかみが痛くなるから、だから耳の上にこうやってつけたりとか毎回変えてる。カチューシャはね、ミニーちゃんも持ってるし、スヌーピーとかも持ってる。あとはリムも持ってる。あと何だったっけな、あとカンムリみたいなのも持ってるけど、テンション上がるし可愛いからつけるんですよ、痛くても。通販で服買うの、通販で結構買ってます最近は。けど見に行くと欲しくなっちゃう。私は今古着屋さんに行きたくてしょうがないの。古着屋さん、もう古着屋さんに行ってちょっと見つけたいんですよね。はい、古着屋さんに行っていろいろちょっと掘り出し物を見つけたいんです。今行きたい場所、そう、いいのあったり全然めちゃくちゃするする。なんか何を探してるのっていうのは、私がめちゃくちゃすごいあのファッションが好きなインスタグラマーの方がいるんですけど、その方がなんか着ているなんかトレーナーっていうか、トレーナーなのかなあれ、そう、そういうのを着てて、ブランド品のでなんか古着屋さんでゲットした感じのやつだから、あ、なんか似たようなやつないかなと思って。
それを目指して見つけに行きたいんです。もしかしたらあるかなと思って。そう、古着は結構昔はなかなか買わなかったんですけど、最近は全然なんかいいなって思う。そう、めちゃくちゃ可愛かったの、あの形の服が。ファッションは真似していくもんですからね、全然。私はもう参考にしてどんどん自分のものにしていくっていうのが大切ですよ。めちゃくちゃ可愛かった。まあ、なんか古着は何がいいっていうのは、なんで古着を買い始めたかっていうと、弟がすごい古着が好きで、でその弟の格好が可愛かったから、これどこで買ったのって言ったら、古着屋さん行きなよって言われて、そう、古着屋さんを教えてもらって、いろいろここの古着屋さんいいよとか教えてもらって、そこから通うようになりました。けどとは言って、もうめちゃくちゃ古着を持ってるかって言ったら、そんなにまだ持ってないんですけど、何着も。けどなんか見てるだけで楽しいなっていうのはありますね。なんか古着女子とかも可愛い子いっぱいいるけど、ああいう格好とかするのいいよね、可愛い。まあ、見てるのがもう幸せだよ、こっちとら。はい、自分はなかなか まだまだおしゃれになれないので、見てるだけで楽しいものいっぱいあるんです。本当にそうなの。自分が着たい服を着るべし、その通りだね。確かにそうやな。古着屋さんでいいもの見つけた時はもう感動が半端ない。ところで眠たくないの？そんなに眠たくないかな。いいもの見つけるといいね。ね。もう時間結構、もうすぐ1時間になっちゃった。ありがとう、なんか少しって言ったけど結構長い間やっちゃったな。ありがとうございます。じゃあそろそろお別れにしようかな。みんな明日お仕事ある方もいるかと思いますし、学校の方もいると思うので、ね、あっという間だった。ありがとう、楽しかった、めちゃくちゃ。またやりますので、よかったら見に来てください。お話付き合ってくれてありがとうございました。はい、告知に戻るんですけど、トースポ競馬の方の事前登録、今日までなので、まあ、事前登録してもらって、24日までに登録を、本登録をしないと、キャンペーン応募にならないので、そこは皆さん、お忘れなくです。はい、ということで、以上、くまちゃんこと熊崎遥香でした。皆さん、おやすみなさい。それでは、またねー。バイバーイ。